ルュベルツィの紋章、ルュベルツという村であった。最も,も1623年に、ハザルツェボという名で記録に所出したという説もあり、ルュベルツの町の誕生を祝う式典などではこの、年代を取る場合も多い。18世紀初頭には、ピョートル一世の友人である、政治家、軍人、アレクサンドル・メンシコフの領地で、18世紀半ばには、カールペーター・ウルリヒ公の領地となった。 19世紀までは農村であったが、19世紀末に隣接するモスクワの人口が激増し、さらにモスクワからヤザンを経て、火山につ繋がる鉄道がリュベルツィを通ると、リュベルツィは、モスクワの衛星都市として発展し、ダーチャ、邸宅、工場などが数多く立ち始めた。リュベルツィは1925年に市となり、1930年代には、さらにいくつかの村を併合して、大きくなった。 住民の多くは、モスクワへ通勤している。一方で、リュベルツィは単なる住宅地ではなく、大きな産業都市でもある。20以上に及ぶ工場の多くは、機械工業を、主とし、その中には、カモフのヘリコプター工場もある。その他、建材、食品、軽工業などが立地する。リュベルツィでは、今でも農業が産業において、一定の割合を占め、 大きな農場などが経営されている。リュベルジには、モスクワコロムナリア山ペンザサマーラウファを結ぶ高速道路 M5 が走り、モスクワを取り巻く、環状自動車道路も交差する。またモスクワリャザン火山間の鉄道本線も通り、アルザマスへ向かう路線がここで分かれている。市内には4つの駅があり、モスクワとの間には、近郊電車が走っている。ユーリーガガーリンは、 当地の学校に通っていた政治家のセルゲイ・アベルツェフの出身地でもあるロシアのロックバンドリュベイは1989年にリュベルツで結成されたありがとうございます